とりあえずあれですね。まあ、恵方巻きの準備が大変だな。データ解析とか、去年のデータがあるんで、そこのデータ、いやね、1年前の同じ会社のデータ比較とかもできるんで、そうなってくると見えてくる数字があまりにも多すぎてね、何か再要約をしていかないといけないかなとは思いつつも、やはりそこはね、徹底した情報量でね、攻めたいなっていうね、ところもありますからね、悩ましい。時間が足りないですね。あまりにも足りなさすぎますね。ただもう本当に、やろうと思ったらもう本当に24時間連続で編集しちゃってた日もあったんで、とかやってたんで、1日3、多い時40分くらい作ったかな、っていう感じでね、で、作ったんですけど、40本作っても10日分なんでね、実はその1ヶ月ストップがまだ作れてないっていうね、すごい10本、15本とか作ってもね、あっという間になくなってくんでね、ちなみに50本体制にしようと思ったら一人じゃ無理なんでね。もちろん。細かい動画をパパパーと作れる、1日10本くらい作れるメンバーを3人くらい配置してね。とか、そういうような感じでね。やっていくところなんですけど。まあ今日もあちらずっとか行きますか。さあ曲がって。
さ、じゃあカーボンインターからね、さっと乗っていきましょうか。